279円です。こんな状態なら一番いいです。めちゃめちゃ欲しい。はい、始まりました、ゲマスクッキング。今日やるようにはね、じゃじゃーん、これだよ。これ見て見て、久しぶりにちょっと行水行ってきたら、まあこれ見つけてね、いや、なんとこれ1キロですよ、こんにゃくね、月コンで。皆さんいくらだったか知ってます？これね、月コンね、このサイズ感で179円です。ほんで、このちくわね、ちくわ一時の味、ちかのちかのは一緒の味って言ってね、これの値段が78円で、なんとね、これ2つ合わせても260円ぐらいですよ。どうです、この安さ。これでちょっと一品ね、ちょっと常備菜的なのを作ってみたいと思います。はい、では早速やっていきたいと思います。いやー、これね、ちっちゃいのもあったんだけど、いや、どうせならいいじゃん、これ。多分これ水が入ってるから、こう、でかく見えるけど、取っちゃえばね、そんなんでもないと思うから、このサイズ感ね、いっぺんに作ってね、全然いいと思うんだよね。じゃあちょっと、カッティングして、はい、これ袋から出してきました。まあね、結構な量だけど、まあ、安いからね、作っちゃって、1週間ぐらいかけて食べればいいんじゃないかなと思います。で、これはね、やっぱその、こんにゃくなんで、一回下茹でしますね。で、今ちょっとお湯沸かしてるんで、で、その間に、このね、ちくわ、ね、ちくわ切っちゃいましょう。ね。ほんと、業数すごいよね。ほんの安くてね、びっくりしよう。これだから、そうだな、輪切りでもいいけど、こう、今日はこう、こういうふうにこう、こう全体にこう混ざるようにね。で、あとこの輪っかのままこう切っていくと、案外ね、ポコ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 ね、あっちこっち行っちゃってね、食べづらかったり箸でつかみづらかったりするから、だから今日はこういう感じで、よいしょ、こう半分に切ってさ、でこういう状態でね、大体そうだな、2ミリぐらいかね、このぐらいに切るとほら全体に混ざって食べやすいからね、こんな切り方にしました。はい、こんな状態ね。はい、ちくわを切りましたと。はい、そしたらね、ちょっとお湯が沸いてきたんで、一旦これをね、ボイルしたいと思います。はい、そしたらね、こうね、一旦こうボイルすることによって、こうこんにゃくのね、アクが取れて、このこんにゃく独特のね、香りがなくなりますから。やっぱりその最近はアク抜き不要っていう商品があるから、もしそういうものだったら全然こういう作業はいらないんですけど、やっぱりこの昔ながらのこんにゃく美味しいんですけど、やっぱりちょっとね、このこんにゃくの香りというか癖というかあるんで、まあそういった場合はこうやって一回単純に沸騰したお湯に入れて沸かすだけで、もう全然このこんにゃくの嫌な感じの匂いっていうのはもう あっという間になくなりますから。一回こうやって入れた時に温度が下がって、こういう風にね、ブクブクしてない状態になりますけど、で、またこの沸騰してきてブクブクなるまでこれで茹でていきます。はい、沸いてきましたね。こうやってね、一回温度が下がったのをこうやってバーって沸いてきたら、もうそしたらこれで一旦こう止めて、ザルにあげちゃいます。ザルにバーッと、この状態で、で、すかさずね、そしたらね、もうこのままいっちゃいます。そしたら今日はね、まあその月コンなんで、きんぴら仕立てにしますね。で、きんぴら仕立てなんで、このね、ごま油、ごま油を、そうだな、の量なんで大さじ、そうだな、1杯半ぐらいか、こう入れますね。そしたら、ここに、先ほどの茹でた月コン、これをこう、水切っといたやつをこう入れます。ね。で、この温かいまま炒めちゃえば、火が入りやすいっていう利点もあるから、そういった意味でも、この下茹でするっていうのは、まあ、結構合理的なやり方とも言えますね。はい、そしたら、これを状態で、こう、どんどん、強火でいいです。はい、そしたら、ここに、はい。さっき切ったちくわちゃん、はい、入れます。よし。で、これはもうきんぴら仕立てなんで、まあ、当然ね、辛いの入れます。で、この鷹の爪の輪切りね、これはお好みでいいですよ。辛いの好きな人は結構いいと思うけど、まあ大体まあこんな感じで、まあ2つまみぐらいかね、そんな感じですか。うん、入れます。で、鷹の爪は好きな人はもっと入れてもいいし、苦手な人は入れなくても、まあ一応味にはなりますからね。この辛さは自分の、お好きな辛さぐらいにしてください。はい、そしたらこれね。はい、そしたらもうすぐにもう火入れ、味付けいきますね。はい、こうしたら、はい、まずね、みりん。よいしょ。この量が3倍だな。みりん3倍。全部大さじです。
で、料理酒。はい、3杯。どんわりでーす。はい、お醤油ね。お醤油も3杯いきましょう。はい。お砂糖だね。お砂糖はね、1杯入れていいかな。お砂糖は終わった。3331。これで、だいたい、まあ、ちょっとすっきりした、ちょっと甘めのね、甘じょっぱい感じの味付けになってると思います。そしたらね、これをね、しっかりこの、ガーッと詰めていきますね。で、このきんぴら仕立ての時は、最初こうやって、見てください。こういう風にね、かなり今入れた状態で、この調味料の水分プラス、このこんにゃくから、この塩味が入ったことによって、この浸透圧の関係で、こう、こんにゃくの水分が出て、かなり最初はこういう風に、こう、結構な、水分出ますよ、こうやってね。で、この音を聞いてもらえば分かるんだけど、この水分がしっかり抜けて、パチ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 、炒まるようなイメージの音になってくるまで、入り上げます。まあ、この、漬け込むって結構、案外、楽でいいっすよね、これ、切る必要もないし。でっかいさ、板状のやつ買ってきて、こう、スプーンで裂いたり、切ったりして、こう、ゴロゴロしたのも美味しいんですけど、まあ、案外ね、これもね、また白滝とも違って、この、漬け込んって、案外、ちょっと地味な存在なんだけど、僕は好きですね。地味なんだけど、かっこいいじゃないですか。2番、ショート、漬け込むみたいな感じでね。地味なんだけど、チームには絶対必要かな。うん。ケンマスクッキングとしては、ちょっとスタメンに入れたいぐらい、この、いいですね、漬け込む。うん。よし、はい、どうです、こんだけね、じっくりね、今ね、どのぐらいだろう、3分から5分ぐらいこうしっかりこう入り上げてんだけど、このさっきの水分は全くなくなって、音がもう変わってきてるの分かります、このバチ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 、この炒めてるような、あの音になって、水分はもう全くない。ここまで入り上げていくと、今度味もはっきりしてくるし、ちょっとこうこんにゃくも、しかもそうなんだけど、少し焦げてる感じになってくるんですよ。で、そこで、初めてこの香ばしさみたいなのが出てきます。なんで、必ず、この、しっかりこの入り上げるってこと大事なんですね。で、ここまで来て、ちょっと始めて。うん。もうちょい吐かせたいね。じゃあちょっと、最後味の調整で、ちょっとね、もう一杯入れちゃおうかな。で、醤油と、醤油大さじ1杯。で、また、ちょっとね、同割りでまた全部足しますね。ってことは、ちょっと最初3杯ずついったけど、4杯ずつでいいね。やっぱ量が多かったから、全部大さじ4杯に訂正しました。で、砂糖ももうちょいメリハリつけたいから、半分入れちゃいますね。はい。なので、全体的に、醤油、みりん、酒が大さじ4杯です。で、砂糖が最終的に1杯半ですね。に変更になりました。ちょっとね、作ってみないとあれなんで。うん。このぐらいもうメリハリつけた方がいいね。で、そしたら、これで味が決まったので、じゃあ最後の最後ね。ごま。これにはごまがめちゃくちゃ合うから、たっぷり。もう本当に、たっぷり。大さじ2杯分ぐらいか。たっぷりこう入れて。で、たっぷり混ぜて。で、見てください。こうちょっとこの、こんにゃく自体がこうちょっと焦げてるような、こんな状態が一番いいです。はい。はい、しっかりここで味も決まって、入り上げて、ちょっとだけ焦げ目がついたら、はい、もうこれで完成です。はい、そしたらね、どうです?この量で。260円ぐらい。260円ですよ、これ。そしたらこの清潔なタッパーにこう入れて、よいしょ。1個じゃ収まらないか。まあ、いっか。ちょっと今食べる分も盛り付け。よし、こんな感じで。で、ちょっと多いかもしれないけど、ちょっと食べる分盛り付けて。で、食べるときに、こう上にね、ちょっとまた、追いごまなんかして。はい、こんな感じで。はい、完成しました。今日の簡単料理ね、漬け込んのきんぴらの完成です。めちゃめちゃ美味しそう。じゃあね、早速ね、食べてみたいと思います。今日の感じこれですよ。どうですか、このね、いぶし銀の一品だよね。じゃあこれを食べる前に、いつも通りチューハイトーン。皆さんお疲れ様でした。乾杯。あ
美味しい、もうめっちゃ美味しい、へへへってことで、じゃあ早速食べてみたいと思います。いただきます。この感じで、いやー、できたてだからもうね、熱々なんだけど、ちょっと気をつけながら食べてみたいと思います。いただきます。うん、これはもうめちゃめちゃ美味しい。すごいこのヘルシー感があっていいね。ヘルシーなんだけど、味結構なんかしっかりめにつけて、しっかり入れ上げてるから香ばしさも出てるし、この食感も本当に楽しいですね。うん、美味しいね。まあこういうやつっていつも言ってますけど、味がね、冷めていくうちに入ってくる部分もあって、熱々より若干こう冷めてって、ちょっと常温ぐらいになったのが一番食べ頃です。しかもこれ冷めてっても油が浮くこともないですし、これだけ水分も抜いてあって、ある程度濃い味になってるから、ちゃんとタッパーで冷蔵庫しまっとけば1週間ぐらい全然余裕で持ちますので、お弁当に入れてもいいですし、こうちょっとね、人が集まった時に、ちょっとこれでも食べて待ってて、なんていうのにはもうパッとちょっとすぐね出せるんで、で酒飲みは絶対好きです、これは。うん、絶対酒飲み、本当は嫌いな人いないと思う、この甘じょっぱいこの感じは。じゃあこれ、じゃあちょっと千村くん、はい、まあ、どうぞちょっと食べてみて。はい、いただきます。うん、うまそう。いや、うまいよこれは。本当になんかいぶし銀の感じで、うんうん、まあ間違いない。間違いないね。うん、うん、やっぱうまいっすね。うまい。ちょっとご飯欲しくなりますもん。これね、ほんとご飯のおかずとしてもいけるよね。うん、いや、僕シンプルすぎて、さすがにご飯とはって思ってたんですけど、うん、欲しくなりました。そうだよね。全然こんにゃく丼みたいな感じでさ、ドボーって乗っけて十分おかずになるね。この味がさ、結構しっかりしてるからね、うん、まあぜひね、このね、材料2種類でさ、1週間ぐらい一人だったらかかると思うけど、260円、あ、この分量でぜひね、お安いしやってみてくださいってことで、今日の簡単料理ね、はい、研磨寿司超簡単ね、月コンのきんぴら、はい、大成功でーす。皆さん、簡単なんでやってみてください。今日もご視聴ありがとうございました。